どうも、背景道の駅からのお時間です。お願いします。このチャンネルでは全国の道の駅の魅力や見どころを道の駅で好きなスーさんが紹介するチャンネルでございます。ということで本日も、はい、お願いします。こんにちは。ということで、はい、今日は新企画を持ってきました。いいじゃんいいじゃん。今日やる企画は、お道の駅スタンプラリー巡り北海道タイムアタックしゃということで、何それ分からんからこんな天使。あ、なるほど。まあ、何それ。まあ、北海道のね、道の駅をね、すべてのスタンプを押すには一体どれくらいかかるのかっていうのを検証していこうじゃないかという企画でございます。ちなみに北海道道の駅って結構あって100個ぐらいあってんの。まあ、128個ありますね。128ね、はい、を全部スタンプを押すのに何日かかるかと。そうです。結構でかいかな。どれくらいだと思いますか。まあ、1週間ありゃいけんじゃない。1週間ぐらいでいけます。どうかな。スタンプ押すだけでしょ。まあ、スタンプ押すだけですけど、スタンプ押せる時間は限られてますから、場所によりけりですから。まあ、それ込みで1週間ぐらいじゃないの。ああ、本当ですか。まあ、一応千葉とか埼玉とかだと2日3日でいけますね。待ってよ、大体30個ぐらいありますけども。だとしたら2週間ぐらい。2週間ぐらいですかね。以内でいきますよ。以内でいきますか。ということで、ちょっとルール説明の方させてください。ルールとかありますよ。ないでしょ。押すだけ。いや、一応僕が定めたルールにのっとってやります。スタンプを押せれば OK です。そうやろ。はい、まあ、で当たり前やん。時期は都合よく解釈してます。本当になんか一番長い時期にやります。あ、その空いてる時間。そうです。冬季とかだと短くなってたりするので長い時間でやります。すごいな。すごいです。はい、で車を使ってるスタンプラリーです。そりゃどこ無理やろ。当たり前やん、分かっとる。はい、スタンプを押す時間、トイレ休憩を含めて滞在時間は約10分とさせていただきます。あ、なるほどね。はい、では、スタートですが、最北端の道の駅稚内からスタートさせていただきます。はい、というわけで1日目やりますか。はい、ちなみに俺は何する。黙っとけ。もうスポーツ観戦のように見てください。ちょっと出てもいい。ダメです。一人でやれる。聞いててください。俺いる。いるいるいる。俺いらんですよ。3時間ぐらい喋っちゃう。そんな長いの。頑張っちゃう。はい、ということで1日目ですが、稚内という道の駅なんですけども、ここはスタンプ24時間押せるので朝の7時半に、はい、集合です。早っ。早いです。ちょっともうちょい遅らせてくれない。いや、ちょっと厳しいです。朝苦手だから。なんでかっていうと、次の道の駅サルフツ公園さんに9時に着きたいですよ。9時オープンなんで。なので稚内からサルフツ公園が約1時間かかります。ここからそんなかかる。はい、かかります。かからんでしょ。だって、近くの51キロありますんでね。あ、北海道がでかいからそう感じるの。そうですね。でこれ埼玉県知事とかやったらだって10分くらい10分くらい着きますよ。あ、結構でかいんやな。でかいです。稚内サルフツと行って、そっからどんどん右下に下がっていきます。海沿いに行く、はい、マリンアイランド岡島さんかな。あ、その間にもあるんですよね。あ、実はあるんやね。万別行って、マリンアイランド岡島さん行きます。1個下、オウム。オウム、はい、で、3下。あ、いや、なんもない。道の駅オコッペ。オコッペこいつ。あ、そうですね。で、そっから中に入ります。こっちかな。はい、左側に入っていくと西尾コッペ。西尾コッペ。はい、東尾コッペもあるの。ないです。わかんない。そっちの方にある。海か、海か。西尾コッペ。東行ったら海行っちゃう。西尾コッペ行きまして、川の里滝の上っていうところまで行ったら、また海沿い戻ってオホーツク門別っていうところに戻ります。これで今どんくらいかかってるんですか。時間はですね、もう14時です。7時間ぐらい。あ、もうかかってますね。はいはいはい。何駅行ったこれ。今これで9駅行ってますね。いや、かかるな。めちゃめちゃかかってますよ、これ。はいはい。飯食わなくていい。あ、もうこれはもう全部、ま、もうその10分で車の中で食べてます。車の中でもう置きだめです。前日のように。なるほどね。前日のように買いだめたやつ、ね、運転して、あ、交代とかで行くの。4人ぐらいで行くの。4人で行くの。ちゃんと交代してください。はい、上湯別温泉チューリップの湯。あ、そこら辺まで行きます。温泉入らなくていいの、ここは。温泉は大丈夫ですか。疲れてるし、はい、え、大丈夫。温泉風呂いつ入るの。風呂は、道の駅閉まるじゃないですか、うん、で、閉まって次の日の朝、道の駅に着くまでの間に旅館に泊まってますか。泊まってんだ。泊まってますよ。都合よくやってるんだ。当たり前でしょ。車中泊とかはしてないです、ちゃんと。ちゃんと旅館にみんな旅行を楽しんでますから。多分無理やけど、まあ、都合よくだからね。はい、これ中に入るかな。入りますね。マルセップ。はい、マルセップの方まで行きます。なんかオコッペみたいになって、名前が可愛い。あ、多分地名なんですよ。次が近くに白滝っていうのがあるんですけど、そっちに行かずに行かないのか。温泉湯温泉っていうのに行きます。で、温泉入ってってこと。いや、入らないです。入ろうや。道の駅白滝の方がちょっと遅くまでやっているので、うん、あえてこっち行って白滝の方行っちゃう。おでんが必須ですからね、白滝。美味しいよね。まあ、この時期も多分この白滝でしょ。わかんない。そう、まあでも今回それメインじゃないんで、あんま触れないで。で、なんとかですよ、18時までついてください。ほうほうほう。はい、で、18時着きました。1日目終了です。はい、
白滝で終わり？白滝で終わりです。まとめです。1日の道の駅、14個行ってます。おお。で、走行距離ですが、はい、518.4 キロは進んでます。あ、結構行ってんね。518.4 キロ。で、この日の晩飯はどうするの？この日の晩飯は、味噌ラーメン食う。その辺の近くのラーメン屋さん。味噌ラーメン。はい、食べてます。食べました。あ、食べました。で、買い玉できないんですよ。北海道は、店によると思います。ああ、はい。味噌ラーメンを食べました。うん、塩ラーメンもいい。あ、大丈夫です。もうラーメン話し広げちゃうと3時間ぐらい本当に話しちゃう。生配信じゃないのか。黙ってられないから俺も。だとしたら俺どっかやって。だとしたらほうほうなるほどとかで相づち。あ、そんなんじゃ無理俺は。まあ次行きましょうか。はい。もうね9時半にその道の駅についてるっていう設定にします。なんで朝一にもう向かってオープン待機。朝弱いって。まあ、まあ、ホテルの朝食バイキングぐらい食わせて。ホテルの朝食バイキングは朝6時ぐらい済ましてます。早っ。はい。入んない入んない。はい入ります入ります、はい。アイランド優別っていうのがあるんですね。それそこに。9時半に着きます。おはい、そこから2日目がスタートします。で、そこからサロマ湖どん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 、まあ、さっきの道の方に行きまして、サロマ湖っていう日本で3番目に大きい、湖、日本で一番大きい汽水湖。どうぞ見るしかないね。サロマ湖は、ちょっとドライブ中に見てください厳しいな。それはそうですよ。観光させてよ。観光はさせないですよ。もうスタンプに命をかけてください。今日その日はですね、まあ、サロマ湖周辺を巡りまして、うん、まあ、ちょっとですね、中の方行きます。右側のちょっと集まってる。メマン別？メマン別も行きます。メマン別も行って、そこら辺もバーって取っちゃいます。あ、そうです。網走刑務所か。あ、じゃあ、流氷は、街道は網走です。全然。刑務所に行って。刑務所に行きません。自首して。しません。しない。見学もしません。しないか。何もしない。道の駅、ただスタンプを押すだけ。あー。今回は。どのくらい処理するの、これは。海洋の次に、もうその左に、はい。このオーロラタウン93陸別地。お、オーロラを見るわけね、今回。あ、まあ見てもいいでしょう。夜は。夜はね、自由時間なんで。今日ここで終わり？はい、ここで、17時15分に終了です。早いね。早いです、ここ今日は。何しようか、今日何するじゃん。今日は2日目は、ラーメン食ったからな。食ったから、オーロラ、まあ分かんない、オーロラがあるのかどうか分かんない。俺全くここの道の駅情報ないから。もうまあ、ジンギスカンとか食おう。あ、まあ、そっちかもね、まあ分かんないですけど。まあ、寿司でもいいし。まあ海沿いじゃないかな。なんか家畜じゃねえよ。家畜言い方悪いね言い方悪い。牛とか食べましょう。牛でいいよ。牛でいい。牛とか豚とかっていうところまで行きます。はいはいはい、はい。2日目はですね、道の駅12個回ってます。あ、2個サボったね。2個サボりましたね。まあでもしょうがないですね。閉まるのが早いので。はいはいはい。走行距離も 541.4 と、まあ前回と変わらず。今26か。今26ぐらいですね。あ、でもこれいい感じじゃない？多分2週間に終わるね、これ。いきますよ。終わるね。次からですね、このオーロラタウン93陸別から、406キロ進みます。どっち406キロ先、こっちのダウスの方に進みます。どっち、右上です。ウトロシリエドクってとこに行きます。ここまで行くのに406キロがあります。朝一着くように進みます、うん、まあ、約6時間あれば着くので、うん、何時起き？8時半なんで、まあその6時間前に来て出発してください。はぁ、深夜に？はい。で、オーロラ見たでしょ？見たけど。出発してください。見て、まだ、その、はい。寿司とか食って、はい、もう酒飲んで。あ、酒、まあ、運転手は飲んじゃダメですよ。いや、夜やからいいよ。夜やから。夜飲んで、まあでも。旅館泊まってるんだから。でも深夜に出発してますよ。もう、酒抜けてないから。抜けてダメですよ。ダメ。ダメ。ちょっと今日休もう。じゃあ、俺飲んでないから行くわ。別に助手席でもいいやんか。でも助手席ですもんね。で、ウトロシリエトクってとこまで行きます。おウトロシリエトクからラウスが、うん、で今の時期はそこちょっとあの通行止めになってて注意してください。あ、シリエトコね、世界遺産やったっけ、はい、あ、そうです。あ、これも楽しめるんやね。楽しめます。いいな。これどんぐらいおるシリエトコに。ですね、10分です。いや10分しかないんだ。絶対毎日旅行行かんから10分ですよ。こんなの面白くねえ。スタンプ押してトイレ行くでしょ。トイレ行くでしょ、うん、スタンプ押すでしょ、うん、行きますよ。面白くねえな。10分なんか3分余ったらご飯とか買ってきていいから。詐欺やん、こんな。詐欺じゃねえよ。北海道行こうぜって。北海道行くよ。スタンプ押してさ、スタンプ押して何も楽しいのこれ。楽しい。もうこれをみんな楽しみにしてんのから。次がお大東ってとこまで行って、そこです。あ、はい、知ってる。なんか生配信リクエストで。あ、お大東ってとこまで行きます。今日はすごいです。お大東行きます、うん、根室ってとこも行きます。海沿い行くと次押すと厚岸グルメ。おお、ここで今回楽しむわけね。はい、12時55分に着きます。あ、ここだとちょうど昼時ですから、ね、あ、いいね、はい、飯食えるだけか、はい、10分で行きます。ふざけんなこれ絶対旅行行かんから
グルメパーク行きますと、まあ、バーッと進んでいきまして、どん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 中の方行きます。白糠、これも言いましたね、白糠小糸さんも、で、最終的にどこまで行くかと言いますと、ステラ本別も行くんですけど、そこら辺をガーッて取ります。一気に角田博みたいな。あ、まあ角田博正解ですね、それは。角田博、篠田博さん。あ、違う、ステラおばさんが来てました。ステラおばさん。あ、温泉もあるし、ね。はい、シゴロ温泉も行って。あ、シゴロ温泉で行ったら、入れてくれる？はい、入れる温泉に。あ、シゴロ温泉は次すぐ行くのダメです。ここら辺が結構夜遅くまでやってるんですよ。うん、そのシゴロ温泉さんもやってますので、アショロコっていう道の駅があるんですけど、うん、どこだろう。まあ多分右側の方にあるんですけど、まああります。あります。アショロコまで行きます。はい、今日は18時半まで、やっております。結構今日すごいですよ。道駅13個ほど撮ってます。当たり前だって2時半にこっち起きてんだから叩き起こされたんだから。走行距離がですね、トップのですね 855.4 キロいきます。おかしい、今日だけ集合時間おかしいもん。なんでだんだん過酷になっていくの。疲れが溜まってるからさ。これはしょうがない。3日目は耐えた。3日目耐えた。4日目は本当に大丈夫。4日目はマジ大丈夫。3日目までで何駅回ってますか。はい、3日目で40近くまで、39ですね。行ってるよね。40近く行ってます。次です。はい、4日目ですが、道の駅売り幕まで行きます。売り幕ってとこがあるんですけど、あります、あります。まあそこら辺もまあちょっともう追いつかんかな。あ、まあ、はい、まあ近追いってとこもまあ行きます。はい、で道駅13個ほど取ってます。総合距離532キロです。走り入れる人でしょ。入れますよ。走りながら入れてる時間あるよ絶対。ない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 。待ってくれ。ない時間あるよ。ないあるでしょ。ないよ。だから道の駅もだからスタンプ押してます。その間に入れてます。10分でガーってガーって10分で行きますで迎え行きますで取ってるから、はいはい、大丈夫です。すごいな。すごいですよ。次なんですけど、5日目なんですけど、謝っておきます。先に僕の、まあ、ちょっとミスでですね、昔がありました、ので、この日10分でスタンプを押すって言ってましたが、3分ぐらいで済ませてください。はい、じゃないとちょっと間に合わないので、はい、はい、5日目なんですが、ここバーッと飛ばします。道の駅大体18個ぐらいここで撮れます。はいはいはい。主な道の駅はサーモンパーク千歳とか、ああ、まあ、走行距離が大体500キロぐらいですね。やば。6日目行きましょう。うん、知り打ちです。知らねえ。知り打ちさんですね。知らねえ。あの知り打ちさんで今日は終わりです。知り打ち終わりね。はい、知り打ちさんで、道の駅12個行っております。はい、425.9 キロ行っております。はい、はい、次は 横綱の里福島ってところがあります。そこに9時に集合してください。 OK です。はい、そこからですね、あの松前漬けとか有名な松前とか行きます。食べません。新篠津、そこまで行きます。今日はですね、ここにですね、19時40分で解散です。はい、今日はですね、10時間40分活動してます。あー、短くなりましたね。嬉しいですね。461.8 キロですね。距離はそこまで変わらないですね。あ、ですね、はい、というわけでですね、はい、これで1週間経ちました。お、1週間どうですか、北海道の旅は。多分もうガリガリです、僕は。これ以上ガリガリになりたくてます。死ぬんじゃない、多分。なんで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 。おにぎりとパンして食ってない。おにぎりとパンして、まあ、セイコーマートがあるから全然いっぱい食える。分かんないけど、まあ、多分大したもん売ってないけど。売ってますわ。8日目、はーい、アイロード松田かな、これ読み方僕が分かんないですけど、あるんですよ、っていうとこが10時からなんで厄介なんですよ。本当はもっと僕は早くからやりたいですよ、8時9時から。いや、いいえ、今日は休もう。10時からなんです。ごめんなさい、うん、なんでちょっと朝早くないです、今日は。うん、何時起き？ですね、大体、まあ、8時ぐらいに起きておいてください。はい、8時ぐらいに起きてください。でですね、うん、今日はね、楽です。でも、道駅も14個しか取れません。走行距離も 363キロです。うん。いや、8時間半で解散。うん。はい、いいでしょ？これが楽っていうんですね。これ楽ですよ。ここら辺のやつを全部取ってます。わかりますかね、うん。さあ、もう見えてきたでしょ。この辺だけ。あと1日。そうそう、あと1日で。行きましょう、頑張りましょう。9日目です。トーマくんに9時集合です。なので、7時ぐらいに起きてください。 OK です。はい、あ、それです。17時半に終わります。今日は早いです。道の駅15個乗っております。はい、走行距離 426.9 キロ。はい、というわけでですね、はい、10日目です。はい、もう僕は多分この辺で死んでます。金のなる
町チップ別森と湖の幌加内で解散です。終わり？はい、終わったっけ。はい、終わりました。全部押した？全部押しました。検証結果が出ました。北海道の道の駅のスタンプラリー全部押すには約10日かかります。はい、10日と1人を犠牲にしますという結果になりました。なりました。そして走行距離ですが、うん、計何キロ走ったと思いますか？だいたい500くらい行ったから、はい、まず4800くらい。あ、そんくらいです。4700キロです、うん、これはどれくらいの距離かと言いますと、北海道から沖縄が3300ぐらいだと思ってください。あー、結構行ってんな。はい、なので日本を縦断しました。もったいないことしたな。おスタンプだけ押してもっといろんなとこ見えたのにな。全部雪ばっかり。あ、別に夏行ってます。夏行ってんだ。あ、夏行ってます。夏の北海なんて魅力あんまないです。あるわ、おい、景色素晴らしいわ。そんなすごくないよ、多分飯がうまいんだからさ。はい、飯食わせろよ。なんでおにぎり食わないってんの、コンビニの。まあでもしょうがないよね。で、帰ろう。いや、俺は残る。なんで？俺は残る。飛行機の時間が。いや、そこはもう現地解散でいいよ。現地解散でいい、うん、サンフラワーじゃあね、幌加内であなたは滞在するのね。幌加内は何があるか知らんけど。僕もわかんないですけど。まあいいや、俺はちょっと北海道楽しんで帰るから。ああ、はい、もしか俺死んでるからというわけでね、はい、道の駅スタンプラリーはね、楽しいですけど、スタンプだけに固執してしまう。楽しくねえよ。道の駅スタンプラリーだけに固執してしまいますと、はい、ちょっと魅力とかをね、やっぱりね、はい、感じられなくなりますので、友情とかもなくなりますので、気をつけてください。はい、無理のない程度にね、楽しんでいただきたい。はい、お願いいたしますよ、はい。というわけでね、これの動画が良いと思いましたら、高評価と、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。スーザンのことを嫌いになった人は、低評価お願いいたします。低評価お願いします。とか大好評だったら次岐阜とかね、やっていきたいと思います、ね、もういいですね、やっていきましょう。ということで以上、はい、愛犬道の駅からでした。それではまた次週もお願いします。